スノーキーの FX 非格好略ブログ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画では週末恒例来週の戦略についてお話していきたいと思います。ということで、私の現在の保有ポジションは先週と変わらずなんですけども、含み損が、かなり、増えております。はい、まあ、特にね、5ドル円ニュージーランドドル円のロングですよね。で、まあ、ポジショントークになるかも、つまり願望でお話しするかもということでですね、まず米ドル円の冷やしチャートですね。はい、いやートラッキングトレーダーの動画とか、来週の戦略シリーズでも言ったかな。まあとりあえずこの、下げているところで、まあさらにね、戦争とかテロとかそういったことが来ると怖いって言ってたんですけども、本当にね、テロもありましたし、あと、まあ北朝鮮もミサイル発射して、そして、アメリカもね、シリアへミサイル発射してと、本当いろんなことがありました。で、まあなんかそういう、まあ、戦争まで行かなくても、まあ、テロとかそういうことがあれば、円が買われるっていう流れがこれあるんですけども、まあ、リスク回避の、円買いとかっていうやつで。で、それが起きても、この110円というのは割らなかったと。なので、結構この110円のサポートっていうのは意味があるのかなと思います。ただ、まあ、これはさすがにないと思うんですけども、まあ、アメリカが北朝鮮に何かしらのね、そういった軍事行動とかあれば、また、円に関しては、はい、大きな動きがあるかもしれないんですけども、ということで、まあちょっとね、週末、まあ米雇用統計があって、まあその後戻したので、まあこれ指標で上がったっていう感じじゃないと思うんですけども、で、形で言うと、まあダブルボトムを、つけてくれるといいなっていうことですよね。まあでもダブルボトムって、結局このあたり抜けないといけないんで、ここはまあ大体112円なんですよ。なのでまあ112円を明確に抜けられるかどうかっていうのがまず一つの鍵かなと思います。そして多分ね、ロングポジションを持ってる人が多いのが113円ぐらいだと思うんですよ。で、ここでまたやれやれ売りが出るのかなと。ってなると115円はまだ遠いかなというとこですね。はい。で、ユーロ円ですね。まあ、難しいですね、これ。ここで買えって言っても、ねえ、長期で持つならいいんでしょうけども、短期でも買いでも売りでも入りにくいですね。ただなんか、ヒゲがついてるんで汚いんですけども、8連続陰線ですか ?8 営業日ね。はい。ということで次、A ポンドインですね。こちらまあ、レンジちょっと抜けちゃったんですけども、今度はですね、見方を変えると、ここにラインを1本こう引くと、もう、緩やかな下降トレンドなんで、まあ、戻り売りっていうのが、取引トレードとしてはいいのかなと。ただまあ、ちょっと手を出す気にはなれませんというところですね。で、ユーロドルですね。まあ、本当にこれのショートは置いておきたかったですね。やっぱりニュージーランドレーンとゴールドレーンと両方のロング持つんであれば、ポジションの組み方的に、やっぱユーロドルを入れておけばよかったなと思いますね。ちょっと証拠金の関係で、なかなか難しいんですけども。で、まあ、はい、1.08 つけた後はまあずるずる下げてるんですけども、まあもう一押しありそうな感じに見えるんですけどね。はい、まあドル買い方向に動いて、で、ポンドドルですね、こちらもすごい勢いで上がった後に、まあ金曜日ちょっとまあ米雇用統計があったこともあって、下げております。まあここはちょっと、買いでは入りにくいかなというとこですよね。そして、5ドル円ですね。まあ弱いですねこれ本当。まあ、5ドル自体が、売られていて、あと、まだこれね、5ドル、米ドルで見ると、下値余地全然あるんですよ。まあ、なので、米ドル円に引っ張られるのか、それとも5ドル、米ドルに引っ張られるのかっていうところで、せめて金曜日、要請になってくれたらよかったんですけども、やっぱりちょっと弱かったんですよね。それが、まあ、同じことは、ニュージーランドドル円ですね。でもこれね、ちょっともうちょっとこれ左の方、スクロールしていったら、もうほんとトランプ相場の始まりぐらいまでもう今下げてるんですよね。で、対米ドルで見ても、まあ、サポート近づいてきてるんで、もうそろそろ反転してほしいなっていう願望はありますね。はい。で、まあもう、ここまで戻せとは言わないですけども、せめてこのあたりまで戻して揉み合ってくれるところまで行ってくれないと、ちょっと精神的にきついなと。まだちょっとまた、トラッキングトレードの動画の方で、ポジションというか、含み損とかお話しするんですけども、今日ね、ちょっと FX ブロードネットさんが今メンテ中のようなんで、はい。で、来週の重要指標などなんですけども、私が特に重要と思うものはありません。ただ金曜日にアメリカの指標が多かったのと、あと、月曜日のまあ深夜というか火曜日の早朝ですね。また朝5時ぐらいにイエレン発言があるみたいです。まあ、でももうちょっと、
上げ動向で、トレンドが、動くとかっていうのはしばらくはまあもうないと思うんですけどね。はい。で、スノーキーの来週の戦略です。はい。米ドル円はやや強気で、まあ112円を抜けられるかどうか、明確に抜けられるかどうかがまず一つ目の鍵かなと思います。そしてユーロ円はやや弱気、ポンド円は弱気、豪ドル円は中立からやや弱気、ニュージーランドドル円はやや弱気、そしてユーロドルは弱気、ポンドドルは弱気ということで、まあドルストレートに関してはドル買いがもうちょっと進むんじゃないかなというふうに見ております。で、これはあくまで私の個人的な考えをお話しているだけなので、投資に関する最終決定をご自身の判断と自己責任でお願いいたします。ということで、今回は週末恒例来週の戦略でしたけれども、これ以外にも、FX に関するお話、投資に関するお話をいろいろしていきたいと思います。そしてブログの方ではね、動画とはまた違うこと、あるいは、動画プラスアルファで、書いたりもしていますので、スマートフォン、タブレット、パソコンの、ブックマークをお気に入りに追加をお願いいたします。そして、ツイッターのフォローもできればお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。